ジオンのモビルスーツに対抗する唯一の手段 V 作戦。初戦より敗北を重ねてきた連邦軍にとってそれは新兵器開発という本来の目的以上の意味を持っていた。しかし前線を知らぬ政府高官たちの中にはこれを良しとせず反対する勢力もまた存在していた。我が軍の劣勢はジオンがモビルスーツを有し、我が軍にはそれがないという点より発しておるのです。その最たる例がルームの大敗でありましょう。モビルスーツのあるなしが対局に影響すると？今の我々の苦戦はジオンの奇襲戦法によるものではないのですか？将軍が言われたようにジオンの兵力が少ないというのなら、今はまず戦力の回復に努めるべきではないのかね？そのような場当たり的な対応ではこの戦いで勝利を得ることなどできません。過去に大艦巨砲主義が航空戦力に敗れた歴史を今またこの時代で繰り返すつもりか？結局レビル将軍は自らの意見を押し通し V 作戦を発動させる。そしてこの日より連邦軍の反攻は始まるのである。 RX75 艦タンク、これは長距離砲撃専用の機体で、両肩に120ミリキャノン砲、両腕に4連装ボップミサイルを装備、これまでにない高い火力を誇ります。 RX77 ガンキャノン、これは中距離支援用の機体です。ガンキャノン砲、頭部バルカンを固定武装とし、状況に応じた武器の追加形態も可能です。そして RX78 ガンダムは我が軍の技術の粋を結集して作り上げた多用途モビルスーツです。多少の攻撃を跳ね返すルナチタリウム製の装甲とシールドを装備、ハイパーバズーカ、ビームサーベルなどの強力な武装を持ち、なおかつザクを上回る高機動力を確保しております。さらに戦艦の火力に匹敵するビームライフルを開発、ガンダムの装備に加えてあります。これらのモビルスーツが量産されれば連邦の勝利は確実なものとなりましょう。脱出した部下が持ち帰った映像があります。部下の話では連邦のモビルスーツは信じがたい能力を持っているようです。サイド内に侵入した3機のザクにより研究施設は大破。ホワイトベースの乗員にも多数の死者が出ました。侵入したザクのうち2機は我が軍のモビルスーツガンダムの働きにより撃破。またホワイトベースも残された試作モビルスーツを積み込み脱出に成功。その後2度の戦闘をくぐり抜けルナスーへ逃げ込んできました。信じられないことですが、ホワイトベースガンダムともに正規の乗員ではなく民間人によって運用されていました。しかもこの間ザク4機を倒したガンダムのパイロットはまだ15歳の少年でありました。特にガンダムのパイロットの戦果は異常です。初戦においてザク2機を撃破し、赤い彗星のシャアと互角に戦い、また本来陸戦用兵器であるはずのガンダムで空中戦を行うという卓抜した戦闘センスを発揮しています。加えてガンキャノン、ガンタンク、コアファイターもよく機能しており、ホワイトベースが初期の性能以上に運用されていることがデータからも証明できると思います。我々が木馬と呼んでいる新型戦艦の正式名称がペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースであることが判明しました。この船は大気圏突入、離脱能力及びミノフスキークラフトの応用と思われる大気圏内飛行能力を有しております。ホワイトベースのモビルスーツ部隊にはタイプの異なる3機のモビルスーツの配備が確認されています。我々が白いモビルスーツと呼んでいるのがガンダムです。この機体は高出力のビームライフル、ビームサーベルを装備し、シールドと装甲はザクマシンガンの砲弾を全く受け付けません。さらに対モビルスーツ戦においても高い格闘能力を見せています。両肩にキャノン砲を装備している赤い機体がガンキャノン、一見戦車のように見える機体がガンタンクです。この2体は中長距離での砲撃支援を主体とし、非常に高い火力を有しています。そしてこのホワイトベース隊による実戦データの収集が V 作戦の正体であり、
これに並行して連邦のモビルスーツはすでに量産化されつつあるとのことです。これが連邦の V 作戦の正体か。まさか赤い彗星の使者。各員第一戦闘配置急げ。